さ、桃鉄配信はやったけど、私たちの YouTube 今後はどういうことをしていくのがいいのかな。まあそれがピクシスの YouTube チャンネルの一番の問題だからね。じゃあ今日は YouTube で何をやっていくかについてミーティングをしよう。いやダメダメ、 YouTube は YouTube、 ピクミはピクミなんだから。あとね、今日はミクの日だから。バレた、ミクの日潰そうとしたのバレ。おい、じゃあミーティング始めます。ピクシスの夜空の下でミーティング。皆さんこんばんは、ピクシスの豊田萌です。皆さんこんばんは、ピクシスの伊藤美久です。この番組は私たちピクシスが月曜から木曜までの4日間、ビルの屋上という夜空の下で2人っきりの秘密の会議をお届けしていきます。はい、さてこの番組は毎日違った内容でお届けしていくのですが、月曜日はこちら、ミクの日。チクリチクリチクリユインってしたけど、ミクの日なんかね、ヒヒーみたいな馬みたいだったけど。はい、毎週月曜日は私たちそれぞれの近況を中心にいろいろと投稿していきます。今週はミクさんお願いします。そうですね、ある1月18日。いや最近、おそうだな、ハマって、小さいことですけど、おいいよいいよ、私は、うん、無印良品にハマっているわけです。それ面白くなる、これは、これはこれは、ただただ私が今、うん、こう、無印にめちゃくちゃ行ってるっていう話なんですけど。いやさ、今に始まったことじゃなくない？私はもう昔からミクのイメージは無印良品だよ。嘘でしょ？ミクイコール無印だよ。そうだった？うん。ちゃうのよ。今までも無印みたいなのはすごい好きだったんだけど、うんうん、無印の店舗に行ってこう買い物したりっていうのを、はいはいはい、そんなにしてなかったんです。あ、意外と？そう。でも、こう、行ってみたの。ちゃんと、まあ、好みなのは知ってるから、うんうんうん、その雰囲気とかがね、うん、したら何でも売ってんのよ、あそこすごいよ。食品も売ってるし、家具とかあとクッションとかそういう可愛らしいのもあれば、はいはいはい、なんか収納するやつとかめちゃめちゃいっぱいあって、ね、うん、でもうね、なんかすごいの、何でも揃うの、そこに行くと。無印に行け、イケアに行っても何でも揃うよ。イケアにぬか床ありますか？絶対ある。それは嘘じゃん。絶対は嘘じゃん。絶対ある。絶対は嘘じゃん。え、ぬか床って？ぬか。キュウリとかつけるやつ？そうそうそう。え、でも、つける用のものが売ってるじゃなくて、もう、つけたものが売ってんの？うんうん。自分で作れるキットみたいなのが売ってて、普通ぬか床って毎日ね、はいはいはい、こう、かき混ぜたりとかしないといけないものなの。あ、そうなんだ。そう、それをしなくても、うん、こう入れるだけでキュウリとかカブとか入れるだけでぬか漬けができるっていう素晴らしい。買ってません。買ってないんかい。買ってないんかい。その良さを伝えたかったのに。良さを伝えたかった。あとメロンソーダとかね、すごいね、可愛らしいものもいっぱい売っててね。それはイケアにも売ってるよ、メロンソーダ。メロンソーダ売ってる。イケアに売ってる？入り口出口のホットドッグのところに絶対売ってる。それは売ってるかもね。なんでイケアで対抗してこようかな、無印に対して。そんななんか、別にあれじゃん、なんか、家具同士とかでもない店舗なのに。スウェーデンを背負ってんのよ。スウェーデン背負ってんの。スウェーデンを背負ってんの。なんで？初めて聞いたんですけど。背負ってるからやっぱイケアを押していかないといけないのよ。ああ、そうなの。あ、イケアはクリームソーダ？あ、クリームソーダ。メロンソーダより上だからね、クリームソーダ。誰が決めたん、メロンソーダとクリームソーダが。アイス乗ってるんだよ、うん。メロンソーダにアイス乗ってるから。アイスいらんって、アイスなんか。クリームソーダの方が上に決まってんじゃん。アイスなんか、いらないいらない。だってメロンソーダのソーダの味が薄れちゃうでしょ。いやいや、どっちも楽しめるから。いや、溶けちゃったらもうクリームだらけになっちゃうじゃん。溶けたら混ざった味が美味しいんじゃん。じゃ、最初のメロンソーダを味わいたい人はどうしたらいいのってなるじゃん。深くストローを刺せばいい。何の話やねん。メロンソーダ。無印。そう、結果無印がいいって話だった。じゃ、何か最近買った無印のおすすめ教えてくださいよ。私が買ったのはね、アクセサリーを入れるやつですね。うん、あー、収納？収納。これぐらいのちっちゃい箱みたいなのなんだけど、うんうんうん、こう、私はイヤリングじゃない、ピアスを収納するやつが欲しくて、でも、そういうのって意外とあんまりなくって、可愛いのが。あー、そっかそっか。そう、ないんだけど、うん、大きいピアスとかもさ、あるから、うん、その、四角、ちっちゃい四角みたいな、ピアス用、イヤリング用のやつとかだと入んなかったりとかするわけ。はいはいはい。
でもこのね無印のやつはそのなんだ箱の中を変えられるようになってて、そのいっぱいちっちゃい、そういっぱいちっちゃい箱みたいな部屋みたいなのもあるし、大きい箱2個ぐらいのやつもあったりとかしてカスタマイズができるんですよ。イケアでもできます本当にこれイケアでもできんの？え、なに？イケアでもこれイケアでもできんの？できます。イケアも組み立て自由だから、うん、どんなサイズでも対応できるからアクセサリーも、はい、なんなら海外サイズだから大きめのアクセサリー一番しまいやすい本当にありますか？絶対あるそれは絶対あるの？絶対あります。絶対あるの？いやでもいいね、無印っぽいよ。ミクは私あれ好きだよ、あの、うん、無印のさスノーなんとかクッキー、白いクッキー、ホロホロしてるやつ、ね、ホロホロしてるやつ、そう美味しいんだよね。クッキーも美味しいし、ケーキとかも売ってたりとかもするんだよ、うん、ケーキも売ってんだ。そうケーキも売ってたりとか。ほらあったイケアアクセサリーで。いやいやいや、こんなにはいらんのよサイズそう、ちょっとねサイズ感的にはこんなにはいらん。イケア、え、かわいいイケア、やっぱり、うん、かわいいねおいやでもこんなにはいらんのよ。スマートに収納したいのよ私は。っていうのね、例えばやっぱ無印がぴったり。終わっちゃったよ。終わっちゃった。イケアが素晴らしいということが皆さんに伝わったと思います。これ私の話はよ。ありがとうございます。どこ行ったんよ。はい、ということで今回はこれで終了です。話してほしいトークテーマを募集しているので気軽に送ってきてください。ではここで一曲おかけしましょう。ピクシスで、シャイニーデイ。ピクシスの夜空の下でミーティング。ピクシスの夜空の下でミーティング、そろそろエンディングのお時間です。番組ではリスナーの皆さんから私たち宛てのメッセージ、そして各コーナーでのお便りをお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で pixis_rf@joqr.net、 pixis_rf@joqr.net、 ピクシスの綴りは pyxis です。はい、ということで第376回目の放送いかがでしたでしょうか。うん、ちなみにね、うちはそのアクセサリーをこうやって小分けにそういう風に入れるのがもう性格上できないから皿に乗せてる1個ずつ、これのペアの子はどれかなって毎回やってる。そう、白い皿にパッて置いて、うん、毎回探し物似てるやつ多いから分かんなくなるんですよ。あ、これとこれじゃないな、いつもすぐ、ま、なるけど皿おすすめ白い皿おすすめそういう人には皿もおすすめ、皿おすすめです、はい、はい、それでは今夜はこの辺でお別れです。ここまでのお相手はピクシスの豊田萌とピクシスの伊藤美久でした。また明日この屋上で会おうね。バイバーイ。